久保さん。風呂入ってきました。朝風呂、気持ちよかったですね。今回妄想にしましょうか。妄想のもにしましょうか。あの。今、まあ、ウクライナでね、戦争やられてるじゃないですか。まあ、多分可哀そうだな。とかね。あの、ロシア最悪だとかね、プーチン、ああ、とかね、思う人いると思うんですけど。じゃあ、ああなたはね。ウクライナに対して、支援はいくらしたんですか。 お金じゃないです。命の方が大切です。多分大切でしょうね。じゃああなたはウクライナに全財産寄付できますかどうですか全財産。お金より命だ。あなたはその命を守るために、ウクライナの人たちを守るために全財産をッ途できますか多分、ね、できないんですよ。 で僕ねあのヒカキンさんが昔1億円をコロナの時に寄付してすげえなと本当思ったんですけどやっぱねこの結局妄想なんですよねかわいそうという妄想なんですよね。うんそう ななんだろうなまあ久保さんが言う通りね自分が満たされてないヒカキンさんもじゃあスーパーのレジやってた時に、ね、1億円寄付できるのかって言うと多分それはもちろん1億円もなかっただろうし何もできなかったかもしれないですけどまあ自分が稼げるようになってもうあまりお金が余ってるから、まあ、1億円ぐらい寄付しても全然もう何のせいあれもないと思うんですね今別に。だから毎月多分普通に毎月 YouTube の広告収入だけでもう多分何千万入ってるでしょうから。 広告収入だけでで、まあ、何億円でしょう毎月自動自動ではないですけどねそしたらね1億なんかまあ今100億ぐらい持ってんじゃないかなと思うんですけど分かんないですけどね <laughs> うんまあ100億の1億だったらね、まあ、99億ありますから, <laughs>、うん、だからやっぱね自分が満たされてないのに人に還元するっていうのはこれね無理なんですよ僕は無理だと思いますあなたはね そのウクライナの情勢を見て人が死んでいくのを見てかわいそうだなと思って全財産寄付できる人であるならばそれは本当すごいと思いますそれは本当にすごいと思いますし素晴らしいと思いますそれはでもたい多分ね9割9分っていうかほぼほぼ100%と言っていいほど多分できないんじゃないかなと思うん結局だからリアルは自分なんですよね今、うん、今の生活今 確かに僕もウクライナのやつはかわいそうだと思いますしまあぶっちゃけ言うとウクライナの戦争がある前からもね別にその貧困なねカンボジアとかねもう昔からあるじゃないですか貧困の国とかで募金活動とか別にで別にその戦争で死んでないけれども飢え死にして死んでる人もいるわけじゃないですかだから今に始まったことじゃないんですよね うん、まあ今はメディアでガンガン出てるのでまあそのそれを結構強く思う傾向はあるけれどもメディアに出てないだけであって別に今ねじゃ北朝鮮とかもあんまメディア出てこないですけど多分北朝鮮すごいこと過酷なあれを強いられてる人もたくさんいると思いますよ。うん、まあ本当世界を見渡したらね多分情報が出てないだけであって。 そんなことはもう日々起こってるだろうし、だからやらないといけないのは確かにそれはそれも事実としてあるんだけども、あなたの事実、あなたの生活、あなたのリアル、今今今日のリアルは何なんですかって話ですね。多分僕はあのそう思うことを否定してるわけじゃないですけども、一番思わなければいけないのは今日どう生きるかっていう。今ここに生きている。今ここをどう生きるか。 うん、これこれからの自分の人生どうするかっていうでお金稼げば別にでヒカキンさんみたいなこともできるわけじゃないですかだから本当にかあのいやお金より命が大事だよと思ったらやればいいじゃないですかね稼いでヒカキンさんが1億なら俺は10億ねまあ、1,000億ぐらいあったら十億ぐらい寄付しても別にまあ大丈夫でしょうっていうか1,000億使い切れないと思うんで,でそれぐらい稼げばね10億円寄付できますようん やればいいいじゃなでですかって話でそうだからね大事なのはやっぱ自分の水をまず自分のビーカーの水をあのいっぱいにするってことですねまずはまずここがもうそ,そこ徹してないと、うん、でもこれはちょっとなんだろうなまあビジネスライクに言うんだったら自分こうちょっと言ってることがね ちょっと伝わらないかもしれないけども自分のビーカーを満たすために相手のビーカーを満たさないといけないですよちょっと難しいですけどね自分のビーカーの水を満たすために相手のビーカーの水を満たさ,満たさないといけないですよこれどういうことかっていうとイメージすれば分かると思うんですけど自分にビーカーに自分のね、まあ、理科の実験とかでビーカー分かりますよねビーカーありますでも自分には水が入ってないとだけど 1>, 1人水,を水が入りました。2人水が入りました。3人水が入りました。4人水が入りました。5人水が入りました。10人水が入りました。じゃあ水を分け与えてくれたらありがとうございます。私の水をどうぞって水が溜まってくるんですよ。自分の水がね。何かっていうと、まあ、それが価値を提供するとかね、情報を提供するとか、なんか悩みを聞くとか、まあ、お客さんとの信頼関係ですね。 で、相手の、例えばビジネスライクに言うならば、相手の顧客の満足度を高めるとか、顧客に価値を提供するとか、まあなんだ、あのー、ピーター・ドラッーピーカーか。ピーター・ドラッカーはなんだっけな、顧客の価値を創造することがビジネスであるという、なんか言ってたな、顧客の価値を創造、創造する、ピーター。 ピーータドラッカー多分ピーター・ドラッカーは言ってたような気がするね、うん、ドラッカーのしドラッカーだった、うんうん、ドラッカーは企業の目的は顧客創造であり顧客からスタートしろと説くなぜなら顧客が資源を資源を 財に変えるるからである企業はそういう顧客を想像するのが目的だとするそして顧客を想像するために企業は3つの機能すなわちマーケティングイノベーションの微生があると顧客を想像することであるとドラッカーは言うわけですね、うんまあ、まあ言ってることだとねなんかちょっと意味反する部分があるんだけどもでもあなたのビーカーを満たしたいんだったら相手のビーカーを満たすっというね、うん、これがもう鉄則ですな、ね、<laughs> なぜならばお金っていうのは あ,のあなたがねお金をすれるんだったら別ですけどもお金っていうのはすれないわけじゃないですかお金すったら犯罪ですよね多分ねだからもうすられたものしかないんですようんまあなんか新しい仮想通貨あなたが作りますかだったらまたそれもちょっと概念違ってきますけどそもそももうあのかこの金のね金とかも量をね制限されてるわけですよ本当はもっと金掘れんだけども 金の価値を下げないためにも金の,その埋蔵量っていうのは世界でも多分なんか規制があるはずなんですよ。あと輸出できないとかねあんまりそ,のそんだけ大量に海外に持っていけないとかなんかコントロールしてるんですよ量をね。でお金もそうでこれもまあ社会の勉強でもあったような気がするんだけどもお金が大量に出るとねお金の価値がなくなるっていう。だからなんか1個買うのにねスーパーインフレでしたっけどちょっと名前忘れたけどそのなんかこれを買うのにね 札束こんだけ必要みたいなだお金がもう有り余ってたらお金に価値がなくなっちゃうんでだからある一定の量しかないんですよ。ってかある一定の量しか出回らないんうか、ねまあ、それが世の中の仕組み構造なのででそのある一定のだ水ある一定の紙幣金をどう分配するかどう,こう移動するかだけなんですよ。そうだからあなたが 例えばね、まあこれを僕はいつもマインドセットとか考え方があるんですけど、僕は給料ないですよ。で、僕は給料ないんだけども、お客さんは給料あるんですよ。お客さんは毎月少なかったとしても、毎月安定して給料が振り込まれてるんですね。で、僕は振り込まれてないですよ。だからさっきのビーカーの話とちょっと通じるところがあるんですけど、僕は給料が振り込まれてないです。でもお客さんは給料が毎月振り込まれてます。10万、まあ手取り10万とかね、12万とか少なかったとしても振り込まれます。で、僕は振り込まれないです。だけど、 お金は振り込まれてるんですよ、ね、だからその振り込まれたお金を僕に振り込んでもらえばいいだけなんですよね単純に <laughs> 僕に給料がなくてもみんな給料もらってるのでその一部を僕に振り込んでもらえるようにすればいいだけなんですよだからお金を移動させればいいだけなんですよねで移動させるためには顧客の価値を想像していかないか価値を提供するとか想像するとかそういうことをしないといけないですねでそれができればいくらでもお金は集まってくるわけですよ なここはねまあ勉強、ね、しないとまあちょっと分かんないかもしれないですけどなんか自分,の自分を満たせとかね自分を稼げとかねなんかそういうふうに言うと何か何やってもいいのかなとかちょっと違う方向に行く人もいるかもしれないので言っときますけど自分のビーカーを満たすために相手のビーカーを満たすしかないです。 なぜならば先ほど言った通りお金の量は決まってるからですうんそう, <laughs>、うん、そうだからねあのー、結構これ難しいというかまあ勉強してないと分かんないと思いますけど、うん、うじゃあ相手のビーカーを満た,した満たすためには何をすればいいのかっていうと単純ですよ悩み聞いて。 悩悩みみにに対してアンサーする、はい、で悩みを聞くためにお客さんのニーズを知るためになんだ発信をする、まあ、企業レベルで言うならば顧客のニーズをあー知るためにアンケートを取るじゃないですかしかも金払ってね調査員とかね調査員にバイト代払ってでもあ顧客が何求めてるのかとかやってるわけじゃないですかうんでそこに対して商品開発していくっていうのをやってるわけですよね、うん、だからまあ まあお金をかけないんだったら自分で発信して自分で集客して自分で聞いていくっていう <laughs>、うん、お金払えるんだったら調査員雇ってねあの調査員にあのやってもらうっていうね市場リサーチですねで市場だからこれね全部ねお金あればね全部別に自分がやらなくてもできるんですよだから市場リサーチしてもらうじゃないですか金払ってで市場リサーチした結果をもとにマーケティングができる人だったりとかそこに商品作れる人を雇ってねじゃあこの ニーズがあるとじゃあこのニーズに対して売れる商品作ってくれって作ってもらってマーケティングも組んでもらって売ってもらえれば別に自分何もやらなくても売り上げ作れますよ。そう <laughs> うんまあ、僕はそれはお金払ってそういうことはやりたくないので、まあ、久保さんも広告使ったことないと思いますし僕もあの今使ってないので独立して5年っすかああ1回も広告使ったことないです。 ただ広告をつ、まあ、使ったことがあるとするならば紹介料は払ったことありますまあ紹介料も広告っちゃなるんですけど、ね、僕はフェイスブックとかにお金を払うんだったらあその熟成さんにそのお金を還元した方がいいと思ってるんでそう一応一応ねあのドリアカも紹介できるようにして紹介料も払うようにしてるんで、まあ、今回も熟成さんの商品を僕は ジョイントして売りましたけどうんまあ熟成さんにも金入るし、まあ、僕にも金入るしみたいなだからまあ今商品を売るってなったら自分の商品か熟成さんの商品ですかねでそうするとそのお金っていうのは熟成にも入るし僕にも入るしって話でうんだジョイントするなんか紹介するんだったらもう熟成さんしかやらないって決めてるんで今はうん。 まあそっちも身内にお金分け合ったらよ,よくないですかそうフェイスブック知らないですか。ん僕フェイスブックのザッカーバーグに一度も会ったことないし話したこともないしフェイスブックの社員働いてる人とつながってないし知らないし、うん、そ,うそこにお金払うんだったら熟成、うん、さんに払った方がいいんじゃないかなと僕は思うんで。 でもそんなにその紹介ないですけどね今もう高くなっちゃったから昔はね安い時は結構紹介あったんですけどさすがに今120万なんで僕自身が売るのも結構しんどいっちゃしんどいんでそれはね熟成さんが120万で僕の商品売れるんだったらそれは結構すごいっすよね、うん、まあでも紹介料もまあまあ高いっすからね売れたのならば、うん、まあそんな感じでございますね